こんにちは。お金の寺子屋運営チーム代表の東條です。本日はお金の寺子屋を使って合格された方にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、まずは自己紹介をお願いします。小森セリです。小学6年生です。2024年の5月に FP3 級に合格しました。ありがとうございます。2024年の5月に FP に合格されたということで、まずはおめでとうございます。では、早速いろいろとインタビューして聞かせていただきたいんですけれども、まず、なぜ FP の勉強をしようと思ったのか、ちょっと聞かせていただけますでしょうか。お母さんが FP の試験に行っていて興味が湧いたからです。そうなんですね。素晴らしい、お母さんの影響ということで、なかなかこう小学生で FP の、資格取る方っていらっしゃらないので、どういうきっかけなのかなってすごく気になってたんですけれども、こう小学生の頃からお金に関する教育をされてるってすごいこう、理想的な、家庭環境なのかなってちょっと羨ましくなりますね。今日小学生の方がインタビュー来られるっていうことで、なんで勉強始められたんだろうってすごく気になったので、疑問が解決してよかったです。ではまたいろいろ聞かせていただきたいんですけれども、2024年の5月に合格したっていうことなんですけど、いつぐらいから勉強を始められたんですかね。2024年の1月の終わり頃から勉強を始めました。そうなんですね。じゃあ2024年の1月の終わり、2月、3月、4月で、5月に合格ということで、だいたい3ヶ月強くらい勉強されたってことなんですね。ちなみに1日あたりどのくらい勉強されたんですか？平日は1時間、休日は2時間くらい勉強しました。かなりしっかり勉強されてるんですね。こう大人になると、その FP の3級とか2級ってこう短期間で合格したいって方がね、かなり多いんですけれども、やっぱりね、こう FP の勉強ってこう一つ一つがとてもね、こう勉強になること、実生活に役立つことが多いので、なるべくね、こう、なるべくこう2、3ヶ月時間かけて勉強していただきたいなと僕たちは思っているんですね。なので、そのくらいね、こう1日、たくさん時間取っていただいて、3ヶ月くらい、こうかけて勉強していただけたっていうのはとても嬉しいですね。ありがとうございます。よかったです。こう、理想的な勉強をされてるかなと思うんですけれども。じゃあ、そのくらい勉強されたってことなんですけれども、具体的にどういうふうな方法で勉強されたのかっていうのもちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、ちょっと勉強方法を教えてください。はじめの方は、お金の寺子屋の動画を見てノートを取って勉強しました。動画をすべて見終わった後は、括弧6回分の試験を3回程度解きました。そうなんですね。普通にこうインプットしていただいて、直前期は過去6回分、過去問やっていただいて、それを3回回すって結構ね、たくさん、やっぱり本当にしっかり勉強されてるなということで、そこまでね、こうやったら、自信もつくんだろうな、合格したのも、当然なのかなってこう思わされますね。ちなみにここにちょっとノートを持ってきていただいたんですけど、見せていただいてもいいでしょうか。ね、たくさんノートあってね、3冊もノートありますよ。ちょっと一つ見ていきましょうか。すごいめちゃくちゃね、こう、びっしりと書いていただいてますね。すごい。お金の寺子屋の動画のスクリーンショットなんかもね、こう、あって。すごい。ちゃんとしっかりスクリーンショットがありますね。めちゃくちゃびっしり書かれてる。すごい。これはしっかり勉強されてますね。嬉しい。すごい。めちゃくちゃびっしり書かれてますね。すごいな。努力の跡が見られますね。確かにここまでね、こう、しっかり勉強されたら、それは合格しますわなっていう感じが、すごいしますね。だってここ見てくださいよ。すごくないですか？びっしり書かれてる。ここまで勉強していただいたらね、本当嬉しい。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったですね。こんなの見れて。なかなかね、こう、受験生の方がどうやって勉強されてるのかってこう見る機会がないので、めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっと感動しました。ありがとうございます。でもこんなにね、こう、しっかり勉強していただいて、教科書なんかもね、FP って本当に学ぶことが多いんですけれども、こう勉強をたくさんする中で、特に難しかったなって、こう、印象に残ってるところってありますか？債券の利回りの計算式を覚えるところが一番大変でした。なるほど。
やめちゃくちゃわかります。あの分数式のやつですよね。なんか確かに債券の利回り計算式ってその分数式があって、その分数のその分子にさらに分数がね出てくるって、こうあの利回り計算式って大人でもねこう苦手にされる方が結構多いよって、で、まあ、小学生だと、ね、より難しかったかなと思います。確かにそれは納得ですね。じゃあ今度逆にあの FP 勉強する中であの得意なやつ、まあ、この問題なら絶対点数落とさないぞってこう自信があるところってどこか教えていただけますか。道場先生に一度教えてもらったことのある6つの係数が一番得意です。ありがとうございます。嬉しい。まあ6つの係数って、まあ、FP の勉強をする上で、まあ、最初の山場みたいな感じで、まあ、あれをね苦手にされる方ってめちゃくちゃ多いんですけれども、まあ、個人的にはその6つの係数を教えるの得意で、まあ、お金の寺子屋もねあの6つの係数の動画が、まあ、特にあのたくさん再生されてたりするんですけれども、なんかそれをね得意にしていただけるっていうのはとっても嬉しいですね。ありがとうございます。まあね、小森さんはねあの香川県にお住まいで1回あの事務所に遊びに来ていただいたんですよね。あのお金の寺子屋さんの事務所が香川県にあるんですけれども、まあ、地元の方はよければあの遊びに来てくださいって、まあ、あの空いてる時には事務所で勉強してくださいってことになってて、まあ、小森さん1回遊びに来ていただいて、まあ、僕もねあの1回あの6つのケースってこうやって勉強するんですよっていうのをねこう直接教えさせていただいて、まあね、それをあの得意分野になったっていうのを今聞かせていただいてあの嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。よかったですね。じゃあ今度ちょっとあの質問 の内容を変えていこうと思うんですけれども、FP の勉強をして何か良かったことってありますか？合格した後にお母さんがクレープとお寿司を食べに連れて行ったことが嬉しかったです。良かったですね。それはね、なんかこう勉強した甲斐があるって思うんですよね。クレープとお寿司食べに行かれたんです。美味しかったですか？はい、美味しかったです。良かった。ちなみにお寿司は何が一番美味しかったですか？マグロが一番美味しかったです。いいですね。僕もマグロ大好きです。仲間ですね。ごめんなさい、なんか、ちょっと恐れちゃったんですけれども、あ、でもそれはね、まあ嬉しいわ。あの、良かったですね。ね、じゃあ、次の質問に行こうと思うんですけれども、まあ、良かったことの次はですね、なんかこう、FP の勉強をして、なんかこう、役に立ったこと、FP の勉強をして、まあ、もちろん、その、美味しいもの食べれて良かったなっていうのもあるんですけれども、他になんかこう、役立ったとか、こう、みたいなことがあれば教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。なんかありますか？学校の社会科で、税金の勉強をしたときに自分が知っている内容ですごく勉強がしやすかったです。そうなんですね。今こう社会科で勉強、税金の勉強があるんですか？はい。そうなんだ。僕の頃はねこう社会で税金の勉強をするっていうことがなかったので、あ、そうなんだ。でも確かにこう税金の勉強って難しいですけれども、まあ、一回ねその FP の勉強で税金に触れてると、まあ、確かに理解はスムーズに進むのかなと。あ、それは確かにこう FP の勉強してよかった。納得です。ありがとうございます。ね、まあなんかいろいろ質問させていただいて、まあ、最後、ちょっと一つだけ、これだけは聞いておこうって、思っていることがあって、最後の質問でさせていただきたいんですけれども、小森さんは、お金の寺子屋の動画を見て勉強して合格していただいたということなんですけれども、お金の寺子屋の動画の印象ってどうでしたか？語呂合わせがとても面白くて楽しく勉強ができました。ありがとうございます。嬉しい。あ、それも嬉しいですね。語呂合わせって結構ね、こう、なんていうんですかね、語呂合わせって、なんかたくさん、こう、作りすぎても逆に混乱して難しくって、まあ、一つ一つね、こう、しっかりいい語呂合わせを、ね、頑張って、作って、動画で流してるんですけれども、それ嬉しいですね。語呂合わせって一番その、教えるのが難しいとか、その、考えるのが難しいんですよね。なんか、それを、頑張って考えて作ったものを、見ていただいて、まあ、それが楽しかったって言っていただけるのはなんかこうね、教師冥利に尽きるというかとっても嬉しいんですけれども、まあ、お金の寺子屋って語呂合わせ今50個くらいあるんですかね。なんか特に印象に残った語呂合わせってありますか？ハツカネズミがニャーニャーニャーの語呂合わせが一番印象に残ってます。ありがとうございます。確かにあの語呂合わせ僕も大好きな語呂合わせなんですよ。健康保険の任意継続被保険者の語呂合わせですよね。まあ、20日20日と、2ヶ月2年2倍、覚えていただく語呂合わせ僕も大好きな語呂合わせなので、あ、なんかそういうことが聞けて嬉しかった。ありがとうございます。ではではすみません、なんか今日いろいろ聞かせていただいたんですけれども、
ね、あの初めてこう合格された方にインタビューさせていただいて、なんかこう斬新で、なんか僕もとってもね、あのいろんなこと聞かせていただいて嬉しかったなと思います。ありがとうございます。まあ、お金の寺子屋ではね、あの今回小学生の方が合格していただいたということでインタビュー来ていただいたんですけれども、まあ、僕もしっかりね、こういろいろ考えてコンテンツ作って、まあ、動画とか練習問題とか皆様に利用していただけるようになっております。ので、これから勉強を始めてみようかなという方も、まあ、今勉強されている方もお金の寺子屋のコンテンツを信じて、合格を勝ち取っていただけたらなと思っておりますので、ぜひ、今後ともお金の寺子屋をよろしくお願いいたします。ということで本日は、お金の寺子屋を使って合格していただいた、小森さんにインタビューに来ていただきました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。